井井上上聡聡日本共産党の井上聡ですえ最高裁は3月26日に同性パートナーが犯罪被害者等給付金の支給対象となる遺族に含まれるという判断を示しましたあの同性カップルの権利保障に踏み出した重要な判断でありますでこの判決は20年以上連れ添った同性パートナーを殺害された名古屋市の男性が 遺族給付金を支給とした愛知県公安委員会の裁定の取り消しを求めたものであります反給法はこの給付対象である犯罪被害者の配偶者について婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあったものを含む、まあ、すなわち事実婚を含むとしておりますで最高裁判決は この中に同性パートナーも含む、つまり死刑の対象になるという判断を初めて示したわけです。あの国家公安委員長を来ていただいてますが、この判決をどのように受け止めて、警察庁はどのような対応を行っているでしょうか。松村国家公安委員会委員長。井上委員ご指摘のとおり、最高裁は最高裁判最高裁判所において亡くなった。 犯罪被害者と事実上、婚姻関係と同様の事情にあったものには、異性のものだけでなく、同性のものも含まれうるとの判断が示された。上、名古屋高等裁判所に差し戻しがなされたところでございます。今後、愛知県において、差し戻しに適切に対応するものと承知をいたしております。その上で、警察庁におきましては、犯罪被害者と給付金の。 最低事務を担う各都道府県警察に対しまして、最高裁判所の判決内容を周知するとともに、死亡した犯罪被害者と同性であったことのみを理由に、不支給裁定とすることのないように、文書を発出したところでございます。引き続き、犯罪被害者給付制度に関しまして、事案に即して適正な運用が行われるよう、警察を指導してまいりたいと。 ります井上聡君同性パートナーであってもこの遺族給付金の支給対象になるという連絡がされたということでありますそしてこの判決に至る過程が重要だと思うんですねあの2020年の一審判決と22年の二審判決はいずれも同性パートナーを遺族として認めませんでしたでその理由として同性カップルを民法上 婚姻の届出ができる関係である異性カップルと同様に見る社会通念社会的意識が醸成されていないということを挙げたわけですね一方今回の最高裁判決ではこの理由には触れておりませんそして同性パートナーも遺族と認めたわけですですからこの同性カップルを異性カップルと同様に保障すべきだという社会通念や社会的意識の前向きな変化が 今回の判決になったということだと思うんですあの実際同性カップルの権利を認めてほしいと、まあ、差別や偏見のある下でも声を上げた当事者の訴えが急速に社会意識を変えてまいりましたあの市民団体の調査では同性カップルを公的に承認するパートナーシップ制度は2015年の東京渋谷区を皮切りに瞬く間に全国に広がっております 今年4月1日現在で、同様の条例を持つ自治体に住む人は、実に総人口の85%までなってるわけですね。あの私、最高裁判決を受けて、行政にも、そして私たち立法府にも求められているのは、こうした社会通念や社会的意識の前向きな変化をしっかりと取られて捉えて、この憲法に定められた国民の権利を実現をするために、常に制度を見直すことだと思うんです。 であの警察庁には同様の制度があります。えー、警察官の職務に協力、援助した者の災害給付に関する法律、ここでもです、ね、災害や犯罪捜査等で警察に協力して亡くなった方の遺族給付金を受けることができる遺族に、事実婚を含むと政令で示しております。あの犯罪や警察へへののののの協力の中で不良の死を遂げた遺族への支援の必要性は 私は半給付金と同じだと思うんですね。あのこの制度でも同性パートナーも対象になるように見直すべきだと考えますけれども、いかがでしょうか松村国家公安委員会委員長。今般の判決は、犯罪被害者給付制度の趣旨目的を前提に、示されたものであることでございますので、警察官の職務に協力援助したものの、災害給付に関する法律につきましては、 直ちに最高裁判決のの解釈が当ててはははままるものではないと考えてはおります同法に基づく協力援助者災害給付制度の給付の範囲といった事項につきましては、国家公務員災害保障法の規定を三尺して定めるとされていることから、関係省庁とも連携しつつ、適切に対応してまいりたいと考えております井上聡君。 この相手を失った打撃というのは、ですね私、この犯罪被害の場合であっても、警察に協力して亡くなったという場合でも、あの遺族にしては全く一緒だと思うんですね、あのこれを区別する理由は私はないと思います、あのしっかり見直しを求めたいと思うんですね。その上で加藤大臣にお聞きいたしますが、あの共生社会を担当する大臣というのは、岸田政権で初めてあの設けられました。 で岸田総理は今年2月に開かれた、共生社会と人権に関するシンポジウムで、誰一人取り残されないとの SDGs の達成に向けた取り組みの一つでもある、共生社会の実現は、我々の果たすべき重要な使命ですと、こう述べて、性的マイノリティの人々などへの不当な差別的取り扱いは許されないと挨拶をされました。これはまさにですね、共生社会を担当する加藤大臣に求められていることだと思うんですね。 今回の判決を、共生社会実現を果たす重要な使命を持つ大臣として、どのように受け止められているでしょうか。加藤国務大臣 お答え申し上げます、えー。委員ご指摘のとおり、3月26日最高裁において、犯罪被害者等給付金の受給対象に同性カップルが含まれるとの判断が示されたことは承知をしてございます。えー、犯罪被害者等給付金につきましては、警察庁の所管であり、また本件は係争中ですので、局面とは差し控えますが、いずれにしましても、内閣府としましては、引き続き先ほど委員ご指摘の、まあ、あの、 締め命がございますので、多様性が尊重され、マイノリティの方もマジョリティの方もすべての人々がお互いの人権や尊厳を大切にし、安心して暮らせる社会、自分らしい人生を送れるような社会の実現に向けて、しっかりと取り組んでまいります井上聡君。阪急法と同様に、事実婚と法律婚を同様の取り扱いをしている法律がどれだけあるのか、あの参議院法制局に聞きますと、事実上と婚姻関係を同時に用いているもの、 事実上夫婦を用いているものの合計で、法律で90件、政令で46件となっております。主なものをですね、男女共同参画局がまとめたものが配布した表なんですね。しかし、これらの制度でも、異性の事実婚は対象だけども、同性カップルは外されてきたわけです。当事者の声を LGBT 法連合会の困難リストで紹介してますが、例えばここにもあります、労働災害の遺族保障について、 パートナーが業務上の理由で死亡して、使用者に対して遺族保証の給付を申し込もうとしたけれども、遺族ではないことを理由に拒否されたと、まあ、こういう声が寄せられております。このようにですね、異性の事実婚は対象となるのに、同性の事実婚では対象とならないという制度が多くあります。私は、あの誰一人取り残さない共生社会の実現に向けて解決すべき問題だと思うんですね。あの今回の判決を受けて、 これまで諦めてきた人たちが、他の制度でも同性パートナーの適用を求める,真相が広がる申請が広がることもよされれると思うんですね。その際にも一つ一つね、裁判を強いるのではなくて、むしろ行政の側で積極的に見直しをするということが必要だと思うんです。あの共生社会を実現をする使命を持つ大臣として、ぜひイニシアチブを発揮をして、所管するそれぞれの 省庁と協力をして、これらの制度、を一つ一つ検討して、同性パートナーも対象となる制度を広げていただきたいと思うんですけれども、加藤大臣、いかがでしょうか加藤国務大臣。お答え申し上げます、多様性が尊重され、すべての人々がお互いの人権や尊厳を大切にし、生き生きとした人生を享受できる、誰一人取り残さない社会の実現、これは大変重要なものであると認識をしてございます。 本件判決、これを受けました各制度における同性カップルの取り扱いにつきましては、それぞれの制度を所管する各府省庁において、本件判決の趣旨等を踏まえ、また各制度の趣旨、目的等に照らして精査されるものと承知をしてございます。いずれにしましても、先ほど申し上げた誰一人取り残さない社会の実現に向けまして、関係省庁としっかり連携を図りながら取り組んでまいりたいと考えております。 井上聡君あのぜひですねあの、この使命を持った大臣としてです、ねあの、イニシアチブを発揮をしていただきたいと思うんですね、あの日弁連も2021年の2月に、えー、この事実婚にも婚姻関係と同様に適用される法令等については、性的指向または性別によって異なる取り扱いをすることに、強い正当化自由が見た,な見当たらない限り、 当事者のの法令上の性別に関わりなく適用があるべきだと、まあ、こういう意見書も出されております、まあ、こういういものも踏まえながらです、ね、えー、各省庁としっかり協力をして、えー、共生社会に向けた二ニシャチブを発揮をしていただきたいと思います。あの今、婚姻の平等を求める裁判も全国で起こされまして、3月の札幌高裁は、憲法は同性間の結婚について、異性間と同じように保障しているということもしました。 あの共生社会実現へ、同性カップルの権利の保障や、まあ、結婚平等の法整備が急がれているという中でありますから、繰り返しになりますが、えー、加藤大臣のその点での日シチ,チを強く求めたいと思います。えー、ここまであの国家公安委員長と参考人は終わりますので、これで結構です。はい、では、松村国家公安委員会委員長はご退席いただいて結構です。あと参考人は はい、では警察庁長官官房、谷総括審議官もご退席いただいて結構です。井上聡君、えー、困難な問題を抱える女性への支援に関する法律が今月1日に施行されました。この法律ができる前の売春防止法に基づく婦人保護事業と、この法律に基づく女性支援事業では、その目的や役割はどのように変わったんでしょうか。 厚生労働省大臣官房再生審議官、お答え申し上げます。売春防止法におきましては、売春を行う恐れのある女子の保護構成を目的としておりましたが。 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律におきましては困難な問題を抱える女性の福祉の増進を図ることを目的といたしまして女性の状況等に応じた最適な支援を行うことを基本理念として掲げております。 これに基づきまして国といたしましては困難な問題を抱える女性への支援のための施策に関する基本的な方針を策定いたしまして支援の基本的な考え方をお示ししているところでございます。 新法におきましては、民間団体との共同という視点も取り入れた新たな支援の枠組みを構築いたしまして、官民の関係機関が連携、共同して、一人一人のニーズに応じた包括的な支援を提供できるよう取り組んでいくこととしております井上聡君あの。法律の目的、役割が発展をさせられたわけであります。この女性支援事業で現場を直接支えるのが女性相談支援員です。 あの売春防止法の下では、婦人相談員と呼ばれてきましたで。政府の基本方針で示されているように、この女性相談支援員は、支援対象者との継続的な診断関係を構築することとともに、こう高い専門性が要求をされます。まあ、責任も極めて重くて、まあ、正規職員として処遇されるのが当然の仕事だと思うんですね。まあ、ところが実態はどうかと、あの厚生労働省の市長によりますと、昨年4月1日時点で、 都道府県と市を合わせた女性全女性相談支援員1596人のうち、常勤は17.7%にすぎません、また44%が家庭相談員や母子自立支援員など、他の職務との兼務となっております。あの安定して働き続けることができて初めて、さまざまな経験を積み重ねながら、継続した支援の質も向上させていくことができるわけで、 現状の処遇の低さがそれを困難にしているのではないかと思うんですね。あの専門職に見合った賃金をはじめとする労働条件の底上げ、まあ、さらに非常勤職員の常勤化を促進する支援が必要かと思いますが、現状認識および支援の必要性について、厚労省、いかがでしょうか。夫妻審議官。お答え申し上げます。 女性相談支援員は各都道府県の女性相談支援センター等におきまして困難な問題を抱える女性にとっての最初の窓口として相談に応じ女性の状況等に応じた必要な支援のコーディネートを行うなど女性支援において重要な役割を担うものでございます。でそのの任用や労働条件につきまましてはは女性相談支援員員地方公務ででありますので 自治体において判断されることになりますがその職務を行うために必要な能力でありますとか専門的な知識経験を有する人材の登用それから職務に見合った処遇にご,ご配慮いただければというふうに考えておりますでこうした考え方の下で厚労省におきましては女性相談支援員活動強化事業に取り組んでいるところでございまして 経験年数ですとか、職務に応じた各種の加算制度を設けております。また、令和6年度予算におきましては、勤勉手当の新設などを行ったところでございます井上聡君あの。一定の改善がです、ね、あの進められてきたわけでありますけれども、さらに支援が求められると思うんですね。お手元に資料としてあの、東大の大学院の小川真理子特任准教授らの研究会による、婦人相談員に関する調査報告書についての、 最近の報道を配布しております。あの全国婦人相談員を対象とした初めての実態調査で、昨年の3月に発表をされました。まあ、その中で、業務に見合った報酬を受けているかと思うかという問いに 55.、55.3%は思わないと回答しておりますし、えー、業務を行う際に困難を感じることとして多かったのが、社会資源、施設等の不足、支援のための制度の不足、不備、 被害者の重篤な相談への心理的負担等でありました特にあの注目したのはです、ね、この業務の影響による心身の不調を訴える方が50.6% 50. と半数もいるんですねあの相談支援の中での心理的負担に対する,介するケアも求められているとこういう現状についてどのように厚労省として認識をされて、まあ、こうしたことに対応するための方策は どのように考えていいるかお願いします今、先生あのご指摘ございました調査報告に加えまして厚労省が行いました令和5年度の調査研究事業におきましても 女性相談支援員が人の命や健康を扱うという職責の重さを感じたときでありますとか相談者とのコミュニケーションで困難を感じたときなどにバーンアウトしてしまうような気持ちになるという回答を得ているところでございます。こうしししたた中で厚労省といたしましては 困難な問題を抱える女性の支援のための施策に関する基本的な方針におきまして女性相談支援員が孤立することのないよう自治体において個々の業務を十分にサポートすることなどを求めておりますまた女性相談支援員向けの研修の実施ですとか女性支援のための特設サイト等を通じまして支援に必要な知識や情報を提供するとともに 他のの支援者ととがりををるる機会を設けていいころでございます引き続きあの、こうした取り組み等を通じまして、女性相談支援員が期待される役割を果たすことができる職場環境の整備を推進してまいりたいと考えております井上聡君あの。大きな役割が期待されてますのでね、しっかり支援をしていただきたいと思うんですが、あのまあ、一定の支援の拡充もされてきたわけですが、 一方でこれまで婦人相談員女性相談支援員を配置していない市は約半数になります配置している市でもまあ5割近くが兼務で8割は費用金なんですね、まあ、厚労省が行っているこの配置した自治体の財政支援の,支援の拡大は重要ですが同時にやっぱり専従常勤の支援員を配置する必要性、まあ、これは地方自治体にしっかり徹底をしてこの配置する市町村を 広げるととといううことが重要だと思うんです非常に全国的にばらつきがあるあの。昨年の4月の6日に、この党委員会の DV 防止法改正案の質疑の中で、えー、婦人相談員の無期雇用の常勤職とかあるとか、まあ、原則移動のない専門職としての処遇改善、まあ、体制強化を求めました、まあ、当時の小倉男女共同参画担当大臣は、被害者の保護を図る上で大変重要な役割を果たしていると述べられて、まあ、所管は厚労省だが、 内閣ととししてても連携して適切な処遇の改善に努めるこの間、男女共同参画担当大臣として、この女性相談支援員の処遇改善にどのように努めてこられたのか、そして今後、一層の処遇改善とともに、特にですね配置する、その自治体を広げる、このことにでね、役割を果たすべきだと思うんですが、その点での対応はいかがでしょうか。加藤国務大臣 小倉前大臣の答弁をご紹介いただきましたが、私としましても、女性相談支援員の皆様方には、各地域において被害者の相談窓口となり、また関係機関との連携も図りながら、継続的な支援を行うといった、大変重要な役割を果たしていただいているものと認識をしてございます。女性相談支援員の皆さんの適正な配置等を含む体制強化、これにつきましては、昨年の通常国会における DV 防止法の一部 改正法案の審議の際に、まあ、この委員会の付帯決議としてもご指摘をいただいているものと承知をしてございます。内閣府としましては、そのご趣旨も踏まえながら、昨年9月、厚生労働省等とともに取りまとめた新たな基本方針において、相談員の待遇や女性相談支援員の配置について、相談支援女性相談支援員が設置されていない市町村においては、その設置について、不断に検討するよう努めることが必要などの記載を盛り込み、都道府 県や市町村のの基本計画の指針ととしししてお示しをしたところでございます所管する厚生労働省におきましても、女性相談支援員に係る取り組み等を進めておられるものと承知をしておりまして、引き続き厚生労働省とよく連携をして取り組んでまいります井上聡君あの。一層の処遇改善と、専従常勤の支援員の配置を広げるためのです、ね、支援を重ねて強く求めまして、質問を終わりますありがとうございました。